はい、諸君、中学1年生、イエーイ、もうね、出てきました、クリスマスランキングが来週あるんですよ。そのためにもう出るものこれですよっていうプリントを、今日あたりこんなので、こんなので、そして、クリスマスランキング全のこれだなんていうプリントを作りました、渡しました、やりました。まあその中からちょっと拾い上げてね、今日若干新しいものが出ているので、それを拾い上げてちょっとだけここで作図してみたいと思います。もしも休んでしまった方、そしてちょっと今日ね焦ってできなかった方、よく見てやってくださいね。ここで復習しましょう。特にビデオだとゆっくり見れると思いますので、ゆっくり見てね、止めながら見ていただければ。ただ僕のね背中が邪魔だったりしてる可能性がね、最近ねジジイになっちゃって体が勝手んでこう避けられなかったりするんですが、大変申し訳ございません。で、なんとか努力いたしますので、どうぞ見ながらね書いてほしいなと思います。覚えてね。はい、まずは練習5番です。変ね、OB から等しい距離にある任意の点 P、 なんだこれやっていうのが出てきました。任意ですね。さあ、もうここに書いてあるんだけれど、まずね上1番、2つの辺から OAOB という辺ね、それから等しい距離にあるよって言われたら、その辺が作る二等分線、角の二等分線、角の二等分線を書くと出来上がります。その辺、2つの辺が作る角ね。さあそこでこの2つの辺が作る角っていうのはもうここしかないですよね。ですのでこの場合は角 O の二等分線を引いてあげたら出来上がります。さらに任意の点 P という任意という意味ですが、まあどこでもいいよというのが一番簡単な理解かな。どこでもいいから点 P 取ってよ、その角の二等分線上に、ということなんです。ではまずは角の二等分線書いてみましょうね。はい、では角 O ですので、角 AOB とも言いますよね。O に針を当てまして、まずは等距離を取ってあげます。ここの等距離交点が出ました。ここの長さとここの長さが等しいんだよね。そこの交点からまた真ん中あたりにバッテン持ってきましょう。等距離をさらに取ってバッテン持ってきましょうよ、こういうことでありましたね。どうですか、見えますか、こんな感じです。でこことこの交点を結べば角の二等分線の出来上がりということでしたよね。はい、結びます。プリ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 ツー。そして任意の点だから、この直線上どこでもいいからね、点取って。でも一つね、取ってはいけないところありますよ。このバッテンのところは取らない方がいいと思うね。ですのでこのバッテンだけはちょっと避けて、グリグリしてグリ P というのを入れてやってください。グリグリして P をすることをグリ P と私は呼んでますが、アホですね。グリグリして P、 こうグリ P おいでやっていただきたい。練習6番いきます。角 PAB が30度になる、はい、さっき出てきた任意の点 P です。 PAB だからここら辺でしたよ、こうね、この PAB、 P がこれにいて30度を作ればいい。ただ30度というのは前回のビデオでもやりましたが、60度のハム、60度というのは正三角形を書けばよかったんです。正三角形を書けばよかった。3つの辺を等しくしましょう。では正三角形を作図します。同じ長さで両方から等距離を取ってあげたらいいんですよね。すると、まあここだったからせっかくですから AB とか取ってます。この長さは取んなくたっていいでしょう。これどんな長さでも実はいいんです。これどんな長さでもいいんですが、こうやって取ってあげたらちょっとかなりオーバーアクションですけど、これ正三角形ができるわけですよね。と正三角形の内角っていうのは60度だから、そいつを使おうよっていう話です。
ですのでまずはここで60度の角が出来上がりました。この60度の角を2等分さえすれば、いいんだよね。なのでここを2等分してみたいと思います。ここを使ってもいいんだけどちょっとギリなんで書き直します。角を2等分しています。どうでしょう、角がちょっとブレたね。綺麗にしておきます。諸君はね消しゴムでね、よいしょと。そして2の点 P なのでやはりグリグリとして P を取ってあげたら PAB が30度になりました。こんな流れですね。はい、それでは続いて真ん中の四角の2番見てみます。これは前回やったものの2回目の、動画です。三角形 ABC で辺 BC ここだね。これを底辺とする時の高さ AH、 これね、これが底辺だったらこの底辺と90度で交わらなくちゃいけない高さだね。ですのでまずは BC を延長します。 BC を延長しました。プリ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 。そして A から垂線を下ろしてあげるんです。すると90度になればそれが高さになるんだ、こういうことでしたよね。 A から垂線を下ろします。A に針当てて、そしてここで2つの交点を取っていきます。これですね、あ、ギリなんですね。ギリの時には紛らわしいからもうちょっと延長してあげます。紛らわしいんでね、ちょっと延長してあげて、ギリじゃないよって示してやってください。そしてその交点から下側にバッテンを取りましょうよ。で、こちら側からと、あ、曲がってしまった。これ先生下手くそですね、左側は、こちら側からとこちら側からとね取ってあげたらいいんです。見えてますか、こんな感じで、交点を取っていきます。そして、上からスッとね、垂線を下ろしていただければ H がおのずとこうですよ、おのずと決まってくるわけですね。するとグリグリグリってここを取って H としてあげれば AH が高さになったよ、こういうことです。底辺と高さは90度でね、交わるわけですから、ここを90度を今取りました AH です。3番、角 AOC、 AOC の2等分線を OP としてください。角 BOC、 BOC の2等分線を OQ としてください。まずこの作図ということは AOC の角 AOC の2等分線引いて角 BOC も2等分してくれ、両方2等分してくれっていう話だよね。だからこれはね、同時に書いちゃいますからね、プリプリプリなので同時にちょっとここまで行っちゃって、まず AOC を2等分します。AOC を2等分しますよ。まずこれで AOC の2等分、同じようにして BOC も2等分してあげます。 BOC の2等分どうでしょう。そしてそれを引いていきます。2等分線引いていきます。こうですね、するとこちらです、2等分線引いていきます。こうですね。そして OP、 P と Q を作んなくちゃいけない。AOC の方が P だからここら辺に P 取ります。 BOC の方が Q だからここに Q 取ります。作図はこれで完成です。あともう一つ、角 POQ 何度っていうのがよく出る問題ですよね、これはこの間もちょっと説明しましたが、これはちょっとマグネットを使ってみましょう。二等分したからこの角とこの角は等しいよね。そしてこっちも二等分したのでこの角とこの角は等しいです。青が2個、ピンクが2個で180度ができてるんです。そして角 POC はほら青が1個、ピンクが1個ですよね。つまり半分じゃないですか、半分ですよ、1/2、つまり90度、180度の2分の1だから90度だよ、というのでここはイコール90度って入れてやってください。最後です。変AB これです、辺 BC これです、辺 CD までの距離が等しい点 P、 3辺これから等しい距離にある、3辺というのを前にやりましたよね。これ垂直二等分線でした。今日はこれです。2辺から等距離といったら角の二等分線を書けばよかったんです。
角の二等分線を書けばよかったんですね。だから三辺から等しい距離もその角の二等分線を2つ作って交点を持ってみましょう。そうすると出来上がりマークね。はい、そしたら ABBC が作る角っていうのは ABBC ですから角 B、 この角です。 BCCD が作る角というのは BCCD ですのでこの角です。つまりピンクと青の角を2等分線して2等分してこの角の2等分、こっちもこの角の2等分、そして交点ができればバシッ、これで正解 P ということになるわけです。それでは書いてみましょう。角 B の二等分線、こっちの方が見えますかねさあ角 B の二等分線こんな感じ。はい、そしてバッテンもこっから入れていこうかな。真ん中にどうせ P がぶつかるわけですので、まあ、真ん中下げてちょっと書いてみましょう。角 C の二等分線、角 C の二等分線ですよ。そして真ん中ちょっと避けてここら辺をプリットン、はいプリットン、こんなので行ってみたいと思います。さあそしてまず角 C の方から行ってしまいましょう。これピュー、そして角 B の方からですね、いいですか、ピュー、効果音はいらないですよ。そして交点が P、 この P は3点から距離が等しくなったよ。こんな具合だったんですね。さあこれをしっかり見て書けるようにしとこうね。練習しないと時間がかかったりするから慌てちゃうよ。練習してテストに臨もうね。では頑張って。